2018明治安田生命 J2 リーグ第20節、松本山雅 FC 対ジェフユナイテッド千葉の一戦を長野県松本平広域公園総合球技場アルビンよりお送りします。さあ、そして地元長野県出身の大相撲小結のですね、御嶽海関によるキックインセレモニーがこれから行われます。それでは改めて松本のスタメン予想フォーメーションで見ていきましょう。3バックのセンターにはこれ東馬が入って浦田が左で、そして1トップ起用は永井という布陣になりました。その他は前節と同じメンバー、同じ先発メンバーということになります。それでは千葉のスタメン予想フォーメーションで改めて見ていきましょう。ご覧のスターティングメンバー、こちらはですね、茶島が今日は復帰しております。ここ2試合出ていなかったんですけども、3試合ぶりに出場ということになりました。そして2トップはラリベイブスキと。さあ、高さがある千葉、セットプレーのチャンスを迎えました。矢田が蹴っていく、決まった。先制は千葉、前半の10分。まあ、非常にセットプレーの強い千葉だったんですが、今はクリアしきれなかったような形になりましたよね。はい、改めて見てみますが、そうですね、クリアしようとしたところが、まあ、後ろにずらしてしまったというような格好になりました。さあ、この時間かなり千葉が押し込んでいます。左から仕掛けていくか、クロス入れる、ここはディフェンス対応、砂山シュート、決まったか、決まった、船山、2対0千葉。まあ、いやー、船山が決めました。そうですね、はい、サイドからの、まあ、高木選手ですかね、クロスボールに対して、まあ、船山選手が外で待ってるんじゃなくて中に入ってきましたよね。やはりこのゴール前に出没すると本当に危険な選手ですよね。トーマ、おっと、ダリベ、そしてイブスキ、よく素晴らしいセーブを見せました。その先ほどのシーンここですよね。はい、ダリビが奪ってイブスキのシュートというところだったんですが、怖い、よく弾きました。まあ、このプレス行った時に本当にチームとして連動できてますよね。はい、千葉はマンツーマンでしと抑えてますからね。はい、さあ、これどかして、そう、流れてけ、決まった、1点返した松本山が。まあ、狙い通りでしょうね。まあ、岩上選手今触ってたんですかね、触ってないと思うんですけどね、そのまま入りましたよね。直接でしたか、ね。はい、2人でも走り込んできたんですよね。はい、もうゴールに触らなくても1点入るっていう完璧なコースでしたね。はい、まあ、前半の終盤というタイミングではありますが、この1点を返したことでまたこういろんな部分が変わってくるということもあるかもしれません。この1点は松本にとって大きいですよね。はい、さあ、クロス入れる、頭で、これはわずかにクロスバーの上でした。藤田でした。まあ、藤田選手が入ってきてますからね。はい、ここまで。ラリベ落とす、船山、さあ、イブスキチャンスを迎えた、自ら運んで折り返して、あ、ここは森田が抑えました。ここも森田選手救いましたね。そうですね。まあ、前がかりになる分こういう場面増えるかもしれないですよね。藤田、さあ、藤田が奪って、さあ、前田大然を走らせる、今度も戻っていく、さあ、長い切り込んでシュート、決まった、前田大然、2対2同点、松本山が後半同点に追いつきました。今ラインが少しこう崩したんですよね。オフサイド取れないと思って近藤選手がもう、はい、対応するしかなかったんですよね。ギャップが少しできてました ね、 そうですね、サイドにそこをつきましたね、完全に。ただ今日の試合は、おっと、これはチャンスになるか、松本
さあ前田、前田切り込んでシュート、決まった、逆転、松本山が逆転、前田直樹2試合連続のゴール。これですよね、まあ、リスクは当然あるので、あそこでやっぱり松本が引っ掛けることができれば、はい、今みたいなビッグチャンスにつながるって言ってましたね前半から、はい、それがまさにそれ、そうなりましたね。そうですね、はい、こういうビッグチャンスになっちゃうんですよね、はい、ミスが生まれるとね。1点リードの松本山が、子供セットプレーのチャンス、ニア、決まった、パウリーノが飛び込んでいった、頭で合わせました、4対2、さらにリードを広げました松本山が。高崎選手ですよね、今前で触ったの後ろから入ってきて、そうですね、高崎がすらしたところをパウリーニョというところでした。さあチャンスになるか、マイナス方向シュート、ここは飯田に当たりました。ここで長い笛、試合終了、4対2、松本山賀が逆転勝利を挙げました。松本はさらに勝ち点3を積み重ねています。